紀北町の三浦小学校では、昨日県の学校防災アドバイザーを講師に招き、南海トラフ地震や津波の時に命を守るため、実際に学校から高台の避難場所まで駆け上がる訓練が行われました。また地震の揺れを再現できる起震車も用意され、震度7を体験した児童らは保護者と一緒に揺れの大きさを実感していました。起震車もちょっと怖かったんですけど、最初は。でもやってみたら、よく地震がこういうことなのかなっていうのがよく分かりました。三重県では防災カルタなど遊びを通した防災学習も進められています。